はい、こんにちは。今回は属性改心、こちらの方に超改心が乗るのかという点と、超改心をつけた方が、最終的にダメージが上昇するのか、また別のスキルをつけた方が、総合ダメージが大きくなるのか、こちらの方をね、確認してみたいと思います。使用する武器ですけども、ランスのガイラクレスト雷、属性の方を解放した際に、760と、非常に、高い数値を誇っています。まずは基本となる、こちらの攻撃力368の際の、ダメージを確認してみたいと思います。その際に、弱点特攻で、会心を発動させて、こちらの超会心のダメージ量を確認していきます。まずは超会心がない状態ですね。使用する攻撃ですけども、丸、上突きですね。すべて会心が乗った際のダメージを見ていきます。46の57ですね。46、46、57、これが会心が発生した際の、ダメージです。次に超会心、3をつけた場合です。先ほどのこちらから、超会心を3つつけた状態ですね。この状態で攻撃していきます。これにより基本となる武器の超会心分が発生します。52、52、64ですので、超会心をつけた際のダメージの上昇値は6、6、7となります。46が52に上昇、一番最後の攻撃が57から64に上昇と、なっています。ですので、この52、52、64から、会心をつけた際、属性解放した際のダメージというのが、こちらの760の部分になります。こちらですね。ではまず、超会心を0の状態、かつ、属性、快進撃ですね、つけた際のダメージを見ていきます。76、76、87となります。これに会心、超会心ですね、をつけた際に、先ほどの、667の上昇値、これがそのままですと、属性会心には超会心が乗らないと、いうスキルになります。仮に今76、76、87ですので、先ほどと同じ上昇値667を足した時には82、82、94となります。82、82、94ですね。はい、会心がすべて乗った際には82、82、94。ですので上昇値としては667ですね。これは先ほどと、属性がない状態と同じです。ですので、こちらの快進撃属性、こちらには超会心は適用されません。快進撃属性に関しては、各武器によって上昇値が変わってきます。体験に関しては1.2倍、一番乗る片手剣、双剣、弓に関しては1.35倍と、なってます。ですので、片手剣、双剣、弓に関しては快進撃、こちらが非常に、重要になってきます。ちなみにランスの方は1.25倍ですね。では次にですね、超会心、今つけてますけども、他のスキルに振った場合、上昇値がどうなるのかというのも確認してみます。代わりにフルチャージをつけた形です。超会心をすべて外してフルチャージをつけた際のダメージを確認していきます。
たれば、快進撃に超快進が乗らないのでいらないのではないかというための検証になります。先ほど超快進3つつけた場合には82、82、94というダメージでした。81、81、93ですので、超回心をつけた時よりも、マイナス1ずつ少なくなっています。ですので、こちらの超回心とフルチャージ、超回心にしていても、損はないというスキルになります。そのため、通常のこの回心率ですね、こちらがいかに高いかによってこの回心率を優先する形になると思います。例えば、素で 100% の状態であれば他のスキルよりも、超回心属性の方は乗らないかもしれないんですけども、通常の攻撃を上乗せするために超回心をつけた方が、高くなると、言えます。ただし空手剣や双剣、弓に関しては、属性、超回心よりもフルチャージに振った方が高くなる場合もあります。ほとんど、変わらないと思っていいんですけども、フルチャージはダメージを受けてしまうと発動しませんので、超回心の方が優先される可能性も高いです。今回の検証では快進撃属性、こちらに超回心は乗らないということは判明しました。あとは各々のスキルで超回心を別のスキルに振っていただいても特に変わらないと思っていただいて大丈夫です。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったらいいねの方とチャンネル登録の方お願いします。